こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。さあ、たまりましたよ、モンタマが。ついにね。で、まあ前々からね、結構コメント欄だったオカルト情報で、イザナミとイザナギをパーティーに組めばね、格数値が出るという話を聞いたことあるんですよ。なんでこれ一回リセットかけて、まずはまあ、イザナギ持ってないですよ。イザナギ下位に全部混ぜちゃったんで。なんで、今回は、真ん中か。まずイザナギだろ。だってイザナミだろ。にして引いてみようと思います。いや、ほんとだろうね。どこにいんの？ん？あ、いた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 。ラック3って。はい。これにして、まあ、こういうことで、お父さんお母さんってことですよね。要するに、この2人の子供が、格土なんで、まあ出るよっていう話ですよ。じゃあお父さん、お母さん、頼むよ。国よあれ、神よあれ、祖は創世の言霊なり。創世ね。で、創世の指針ザナギ。国よあれ、神よあれ、祖は創世の言霊なり。はい、ということで、引いていきます。いや、本当だろうな。俺にわかに信じてないからな。うん、これ出てたら信じるよ。うん、いきます。お願いします。確定来ない。引っ張って、確定が来たらもうほぼほぼ当たりでしょこれ。引っ張って瞬きしたら OK、 引っ張って離した時にストライクショットって言ったら OK、 目に入らなかったら OK、頭が左回転だったら OK、 右回転2回だったら OK。 なんだよそれ。じゃあまず引っ張ります。まばたきしない。次は声が聞こえるか、目がポロリするか。あ、右、もう一回転。大丈夫か、大丈夫かそれ。二人の子供はこちらです。